こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は狙撃戦上級5ターンリミット戦の攻略動画ということでやっていきたいなと思います。先ほどですね、地属性の、狙撃戦のね、動画をアップしました。今回は風の狙撃戦ということでやっていきたいなと思います。はい、ということで今回は、ターンリミットなんですよね。で、5ターン以内に倒さないとクリアがそもそもできないっていう条件で、で今回ミッションとして、さらにですね、4ターンクリアミッションというものがありますので、今回の動画は4ターンクリア、そしてもう一つのミッションであるところの星4キャラ2体入れて、クリアっていうことをね、同時にやるような動画ということになります。まず、風の狙撃戦の注意点からお話ししていきましょう。まず敵が強矢ということで、攻撃耐性が一応魔法攻撃弱めになっているんですが、こいつがですね、物理攻撃耐性4ターン 50% アップっていうね、バフを貼ってくるので、これむしろまあ、魔法攻撃かなり推奨という形になります。物理攻撃だとだいぶきつい戦いになるんで、皆さんの手持ちの中でですね、魔法攻撃キャラを、なるべくなら編成して戦った方が、戦いやすいのかなというところですね。ちょっと今日本語おかしい感じになったけど、はい。で、もう一つですね、今回の狙撃戦すべてに言えることなんですが、2種類の魔装甲のデバフっていうものがあります。これ非常に厄介なので、で強矢については技能と奥義の魔装甲のデバフ、ダメージ力、それから増加量マイナス 50% になるということで、こちら対策としてですね、技能と奥義の魔装甲を加護に変換できるような、スキルだったり、加護キャラをね連れていくとだいぶ立ち回りやすくなりますので、この辺はね、皆さんも手持ちの中で、そういった加護変換ができるようなね、キャラを探して使っていくといいんじゃないかなと思います。はい、まあ今現在までで結構配布キャラとかでもね、こういった、変換系のスキルは多くいたりします。で今回の開幕の魔装コンが奥義と技能が1枚ずつで、加護が4枚っていう手札になるんで、必ずこれ開幕の手札は固定になるんで、最初のターンは空属性のフレイで、スキル使ってカゴを6枚にしてスタートすることができますので、もう2ターン目にはね、カゴスキルが打てるような形になりますので、それをね利用してどんどん序盤からガンガンダメージを稼ぐっていうのが、まあ主な立ち回りになってくると思います。でその他ですが、結構厄介なのが敵全体の攻撃力 20% ダウンとかね、こういったものも含まれてくるので、結構ダメージが出しにくくなってくる。特に物理キャラなんかは全然ダメージ出ないので、その辺を意識してですね、バフっていうものをしっかり、重ねて殴っていくことが、まあ、大事かなと思います。風属性のキャラで言うと、まあ、一番使いやすいので、やっぱ風ミリムかな。あれ魔法攻撃キャラでなおかつ奥義バフ持ってるっていうキャラなんで、まあ、持ってる方はね、必ず編成して使っていくとか、まあ、その他、他の属性でもですね、回心率アップとかそういったキャラも、いたりしますので、そういったキャラを編成していくと、まあいいんじゃないかなと思います。で、常設キャラの白狼とか、まあね、まあ、今回の僕の編成でも白狼一応入れてはいるんですが、扇以外だとちょっと火力が出にくいとかね、そういった部分があったりするんで、まあ、注意が必要ですよと。まあ、一方で風見でも扇がね、全体扇になってるから、単体よりも火力が出にくいとかね、そういったところもあるんで、まあ、なかなか意外とね、風って火力出ないんだよね。っていうところはね、まあ最近のね、風キャラではなく、もう昔ながらの、風キャラで戦っていくので、まあそういったところもあるんですが、はい、ということでパーティー編成紹介していきましょう。はい、今回、使ってみたのはこんな感じになりました。はい、支援キャラのね、2人に関しては、まあ星4キャラで、支援キャラも、サブか、サブのキャラは星4で、支援キャラも使ってないというような感じです。まあ、あくまで変換枠だね、完全に。で、メインアタッカーは基本この前に出てる3人ということになりますが、一応、まあ、これに関しては配布キャラっていうことになるんで、一応皆さんね、無課金の方でもどんな方でも一応ゲットはできると思います。で、スキルが風バフになってます。まあちょっと倍率低めなんですけどね、一応これも立派なバフになりますので、これらを使っていくと。で、先ほど言った、ミリムのね、奥義バフ、まあこれも非常に強力なので、これも使っていくと。で、一応、カゴキャラなんですけど、僕は、
まあなんとなくねシオンにしてみました。これ特にシオンじゃないとダメとかそういった意味では全くないんだけど、あくまでサンプルとしてですね、技能のマスオコンをカゴに変換できるから、まあ、こういった使い方もできますよっていう、まあ、紹介例としてあえてシオン使ってみました。まあ、別に風属性のそのカゴキャラである必要は全くないので、どちらかっていうとこのなんだろうな、攻撃力アップとかよりもカゴスキルの内容の方が重要なので、まあ、今回、こういったシオンなんかは完全にこのクエストにマッチしてるんで、技能をカゴに変換しつつさらに味方全体の奥義ゲージ 25% アップっていうところで、あの技能のマスオコンデバフ、奥義のマスオコンデバフもこのシオンだけで、両方ともカバーできると。でその上であのマスオコン変換だね、フレイだったり、このゲルドのスキルでマスオコン変換してあげることによって、これもカゴに変換できるからね、非常に、まあマッチしたいろいろ噛み合ったパーティー編成ということになっております。まあ、この辺はねもともといるキャラがほとんどなので、組みやすいかなとは思います。はい、ということで実際にやっていきましょう。強大な魔力の接近を感知しました。面白い。ボサは秘書の私にお任せあれ。あとは任せてちょうだい。あとはお任せを。いいことをさせて。終わらせる。旅の立ち合い。